ペンゾイルプレイスノースカロライナ州ダーラムのジフィールウブ。ペンゾイルはアメリカ合衆国の石油関連企業。1913年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立された。当初はペン、エスオイルとしていたがすぐに現在のペンゾイルに改名された。1955年にペンシルベニア州オイルシティを拠点とするサウスペンオイル社に買収される。 1963年にサウスペンオイルはサパタペトロリアムと合併し、ペンゾイルを社名とする。1970年代に同社はテキサス州ヒューストンに移転した。本社はダウンタウンヒューストンに所在し、その社屋はペンゾイルプレイスと呼ばれる。1998年にはライバル社であったクエーカーステートと合併し、ペンゾイルイコールクエーカーステートとなる。2002年、 ロイヤルダッチシェルが、ペンゾイルイコールクエーカーステートを買収し、ソパスを形成した。ペンゾイルの名前の由来は、かつて、ペンシルベニア産鉱物油が最高品質のエンジンオイルと言われていたことによる。いざっとインディカーシリーズ、ナスカースプリントカップに参戦するチームペンスキーは、シェルユナイテッドステーツとスポンサー契約を結び、同チームのレーシングカーを、シェル、ペンゾイルのイエロー。 レッドのカラーリングにペイントしている。ペンゾイルの黄色いロゴマークに描かれている金は、ペンシルベニア州のシンボルである、自由の金である。ペンゾイルの日本での正規代理店は、ペンゾイルジャパン、伊藤中、そして、ロイヤルダッチシェルの参加になってからは、日本ペンゾイルクエーカーステート、レッドイエローと変遷をしている。国内では並行輸入プラボトルも流通しているが、 国内正規品は一部高級グレードを除き主に昭和シェル石油が製造している。主な高級グレードは輸入品の詰め替えとなるが時期によってはプラボトルをそのまま正規品として設定していることもある。レッドイエローがペンゾイルを販売するようになってからは若者の車離れやモータースポーツ人気の低迷、低粘度オイルの普及による 高級スポーツオイルマーケットの縮小などの影響で、カー用品量販店で、ペンゾイルのオイルを見かけることは少なくなった。これは、カー用品量販店では、クエーカーステートを伊藤中系列のガソリンスタンドに、ペンゾイルをと住み分けを行っているためでもある。一部チューニングショップ等では、現在もペンゾイルが使用されている。また、かつては1998年から2001年までの、 間、ペンゾイルはニスモの日産スカイライン GT-R のメインスポンサーにもなっていた。初期の頃のガスステーションはペンジップという名称で運営されていた。製品のパッケージなどには古くからペンゾイルのカラーである黄色が使われている。アメリカ本国においても黄色のプラボトルとなっており、一時期はベーシックグレードは黄色、全合成グレードのプラチナムに銀色、 部分合成のゴールドに金色、フラッグシップのウルトラに黒色などといったカラーボトルでの視覚的な差別化も図られていたが、2018年現在においては、ほぼ黄色のプラボトルに統一され、ラベルでの区別のみとなっている。国内正規品においても、ベーシックグレードは黄色を基調としたものとなっているが、その他は各グレードに合わせた色調となっている。ペンイルでは年代より、 独自の添加剤パッケージに Z-7 と故障を用い、オイルには With Z-7 といった表記をしていた。Z-7 はペンゾイルの Z と現在のオイルでは配合が常識となっている代表的な添加剤7種を示すものであるが、あくまでペンゾイルの独自性を表すもので特定の処方というわけではなく、時代によって処方は変更されている。 Z-7 という添加剤処方の故障は、アメリカ本国では00年代中盤の時点で一部のオイルに表記が残っていた。国内の正規品のメイングレード品には、w i h Z-7 の表記が2010年代まで残っていたが2018年現在では表だって用いられていない。21世紀においての処方の故障としては、正常性の高さを強調した。 アクティブクレンジングエージェンツが用いられていた。また天然ガス由来のベースオイルが本格採用された後には後術のプユプラスという故障が主に使われている。現在のエンジンオイルのマーケティング上の特徴としては、前述の添加剤処方の故障からもわかるように、特に正常性の高さとそれによる保護性能を強調している。比較広告としては、 同クラスのモービル1やバルボリンのオイルとピストン、正常性に関する試験性能の比較を行い自社の優位性を明示するなど、正常性の高さを全面に押し出した形の販売戦略を行っている。2014年からは天然ガス由来の GTL 機油を採用したモデルを投入しており、それらにはピュアプラスという故障を用いている。現在のアメリカ本国でのフラッグシップオイルは、 ウルトラプラチナムとなるが、このオイルは2010年にウルトラとして導入された。それ以前のフラッグシップはプラチナムであった。このウルトラは2014年に一部グレードを除き現在のウルトラプラチナムと解明された。ありがとうございます。